滝は、アフリカ大陸南東部、ザンベジ川中流部にある滝。幅 2km、落差 108m の大幕府で、ジンバブエ共和国とザンビア共和国の国境に位置する。ユネスコの世界遺産に登録されている。メディアを再生する8月のビクトリアの滝かつて地元のバントゥー系民族はこの滝をシュングナムチチマと呼んでいた。 その後にこの地にやってきた、マタブレ族は、アマンズオ,オンカイオと呼んだ。バツワナ人とマコロロ人は、雷鳴のとどろく水煙という意味の、モシオトゥニャと呼んでいた。ヨーロッパ人としては、イギリスの宣教師であり、探検家でもあるデイビッド・リビングストンが1855年に、見たのが最初だったと信じられている。そこで、イギリス人は、当時のイギリス女王の名、ビクトリアを冠して、 ビクトリアフォールズと呼び始めた。植民地時代以前の歴史現在、ジンバブエにおいては、ビクトリアフォールズ、ザンビアにおいては、モーシオアトゥーニャが、公式名称である。世界遺産登録名はこの二つを併記している。落差と幅の両面から見た滝の規模としては、イグアスの滝と並んで世界最大である。この二つの滝に匹敵する規模の滝は他にはなく、例えば、 ナイアガラの滝もこの二つと比べるとかなり小さい。また、増水器の水量においても、イグアスと並んで世界最大級である。なお、落差の世界一は、エンジェルフォールの978メートル。幅の世界一は、イグアスの滝の約4000メートルである。山火事と見曲がうような水煙が垂直に800から1000メートルほど立ち上がっており、時には虹がかかる。 この様子は2 0トル離れたところからも見える。滝壺へと落下する膨大な水が空気を巻き込みつつ時速1 5 0トルにも達するスピードで落下するので滝壺付近では毎秒2 0ルもの風が吹いている。滝はザンベジ川の途中にある。上流は砂岩の上に堆積した平坦な玄武岩の層を流れている。川には 木で覆われた小島が点在し、滝に近づくにつれてその数が増してくる。通常、滝を形成する、はずの山地、断崖、渓谷などは、一切見られず、滝の周囲数百キロメートルにわたって平原が、広がっている。ビクトリアの滝近辺には、玄武岩層にできた七つの峡谷があり、それぞれ、名前が付けられている。そのうち最も上流にある、ファーストゴルジュは、 ビクトリアの滝そのものである。このファーストゴルジュはほぼ滝の幅と同じ長さを持つ峡谷であり、滝は川幅そのままにファーストゴルジュの長さいっぱいに垂直に落下していく。滝の幅は1708メートル、落差は最も高い中央付近で108メートル、最も低い西の端でも80メートルある。ファーストゴルジュに落下した水は、 その唯一の出口である幅110メートル、長さ150メートルの短い峡谷を通って、次の峡谷へと流れ出していく。ビクトリアフォールズ橋はこのセカンドゴルジュに架けられた橋で、ある。滝の縁には、水量が多い時期でも水没しない島が2つある。西の橋近くにあるバルカアイランドと、中央付近にある、リビングストン島である。 これにより滝の流れは3つに分割され、西から順にそれぞれデビルズカタラクと、メーンフォールズ、レインボーフォールズと呼ばれている。このうち最大の落差を持つのは、レインボーフォールズである。水量が少ない時期にはさらに島が増え、それによって滝のカーテンが細かく分割される。流れ落ちる水量は、最大で毎分5億リットルに達する。 ザンベジ川流域は11月末から4月初めまでが、雨季、それ以外の時期が寒季であり、それに2ヶ月ほど遅れて、滝の水量が増減する。4月と11月では水量に10倍もの違いがある。これは著名な滝の中で最も極端な増減であり、最大水量に対して、年間平均水量が少ないことの理由となっている。 滝の水量が多くなるのは4月をピークとして2月から5月までで、水沿は高さ400メートル、時には800メートルまで立ち上り、50キロメートル離れたところからでも見ることができる。満月の夜には月明かりで虹が見えることがある。反面、この時期は滝の見物には必ずしも向いていない。水沿が多すぎて滝壺は 滅滝本体を見ることも困難であり、滝の正面にある遊歩道には、水煙がシャワーのように降り注ぐ。崖の縁まで行くと、立ち上ってきた水煙によって、下から上に雨が降ってくるような状態となり、特にザンビア側にあるナイフ、エッジブリッジではっきりと体感できる。滝の水量が少なくなるのは11月をピークとして9月から1月までである。 この時期は、滝全体を見渡すことができ、滝壺まで見ることができる。滝の淵にある小島が大きくなり、数も増えてくる。水煙が少ないため島の地表が乾き、ザンビア川からは、滝の淵にできた小島に、徒歩で渡ることができるようになる。また、滝壺に降りることができるのも、この時期である。ザンベジ川の渓谷ザンベジ川のすべての水は、 最初の渓谷であり、ビクトリアの滝そのものでもある、ファーストゴルジュに流れ落ちた後、その唯一の出口である幅110メートル、長さ150メートルの短い峡谷を通って、次の峡谷へと流れ出していく。セカンドゴルジュから先は、ジグザグ状に渓谷が続き、それらには、以下の名称が付けられている。主だった峡谷には、以下の通りである。 いずれの峡谷もほとんど垂直に切り立っており、その高さは平均120メートル。峡谷を流れる川の水位は季節によって20メートルもの差がある。これらの峡谷を抜けた川は玄武岩大地を通って仮箱に注ぐ。セカンドゴルジュとサードゴルジュなお、川はセカンドゴルジュの入り口で右に急カーブしており、そこには ボイリングポットと呼ばれる深い水たまりがある。滑水器の水面は静かであるが、増水器には激しく波立ち、大きく渦を巻く。ここには滝から流れてきた様々な物体、時には人間やカバの死体も流れ着く。1910年、滝の上流のロングアイランド付近でカヌー遊びをしていたミセス・モスとミスター・オー・チャードの無残な遺体が、ここで発見された。 彼らはカバにカヌーをひっくり返された後にワニに襲われ、その遺体が滝に落ちて、この場所まで運ばれてきたのである。ザンベジ川上流の玄武岩台地には、砂岩で満たされた大きな割れ目が数多く存在している。現在の滝のある場所には、東西に走る大きなクラック群と、それらを接続するように南北に走る小さなクラック群がある。滝は、 過去十万年以上もの年月をかけて、サガンのクラックを侵食し、バトカゴージズを北に交代し続けてきた。滝の下流の峡谷に、滝の辿ってきた、地質学的な歴史を見ることができる。滝の下流にジグザグに続くセカンドゴルジュから、ソーンウェイゴルジュまでの峡谷は、それぞれが、各時代における滝の痕跡である。これらの峡谷は、 かつての滝が現在よりも大きなものであったことを示している。現在、川は北から南に向かってファーストゴルジュに流れ込んでおり、すでに滝の西の端にあるデビルズカタラクトで次の時代の滝となる峡谷が侵食されつつある。これは南北に走る小さな峡谷ではなく、東北東に向かって走る大きな峡谷の一番西側の端の部分にあたる。これが 次の世代のビクトリアの滝となる。滝の周囲では、300万年前のホモ・ハビリスの石器、5万年前の道具、そして1万2千年前の武器、装飾品、掘削用具が出土している。やがて鉄器を使い狩猟採集生活をする、小遺産語族が現れ、それはさらにバントゥー系民族にとって変わられた。バントゥー系民族はこの滝をシュングナム・チチマと呼んでいた。 後にこの地に到達した、マタブレ族は、アマンズオーンカイオと呼んだ。そしてバツワナ人とマコロロ人は、雷鳴のとどろく水煙の意味で、モシオトゥニャと呼んだ。デイビッド・リビングストンが1852年から1856年に、かけてザンベジ川の上流から河口にかけて探検し、1855年11月16日に、 ヨーロッパ人として初めてこの滝を目にするに至った。そしてカヌーで川を横切り、現在リビングストーンアイランドと呼ばれている島にも上陸した。ただし、ブーレジ植民者も知っていた可能性がある。実際、リビングストンも上流にいる時に、すでに現地人から滝の存在を聞かされていた。ヨーロッパの人々は、当初リビングストンの報告に疑念を抱いたという。 山も谷もない高原のような場所に巨大な滝があることなど到底信じられなかったからである。彼はすでに上流にあるモニエ滝に心打たれていたが、ビクトリアの滝を見て非常に感銘し、イギリスのビクトリア女王にちなんで、ビクトリアの滝と英名をつけた。彼は滝について以下のように記している。イギリスにある、いかなるものからも、 この美しさを想像することはできません。ヨーロッパの人々がかつて目にしたことのないものです。でも、飛んでいる天使たちの目にはこの素晴らしい光景が見えて、いたに違いありません。1860年、リビングストンは科学者であり、探検家でもあるジョン・カークと共に再び滝を訪れ、詳細な調査を行った。この他にこの時代に滝を訪れたヨーロッパ人としては、 ポルトガル人探検家セルパ・ピント、1880年に滝についての本を出版した、チェコ人探検家エミール・ホロブ、そして滝の絵画を描いた、イギリス人画家トーマス・ベーンズなどがいる。それでも、1905年に鉄道が開通するまでは、ヨーロッパ人による訪問はごくわずかであった。ビクトリア・フォールズ橋1900年頃になり、セシル・ローズによる、 イギリス南アフリカ会社が、ザンベジ川上流の鉱物採掘権と植民地支配、さらに増下、獣費、滝北東部での森林伐採などを狙って、進出してきた。これに合わせて、滝の周辺へのヨーロッパ人の入植が始まった。当時は、滝の上流数キロメートルにある、オールドドリフトという場所に川を横切る鉄線が張られて、おり、 それを伝って、丸木船や橋家で川を渡っていた。セシル・ローズは、カイロとケープタウンを鉄道で結ぶことを考えており、ザンベジ川に橋を建設することになった。さらに彼は通過する列車に、滝の水煙がかかるような場所に橋を建設すべきだと、主張し、セカンドゴルジュが選ばれた。そして1905年、ビクトリア・フォールズ橋が完成した。 1905年には、南のケープタウンと、1909年には、北のベルギー領コンゴとが鉄道で結ばれ、ヨーロッパ人が簡単に訪れることができるようになった。当時、滝の北側の北ローデシアと、南ローデシアはいずれもイギリス領であり、観光地としての人気はうなぎ上りであった。そして、ビクトリアフォールズ町は、観光拠点として発展した。 1964年、北ローデシアはザンビアとして独立した。翌1965年、ローデシアは白人支配を維持したまま一方的独立宣言を行ったが、このう治はザンビア、イギリスをはじめ多くの国で承認されなかった。1966年にはローデシアに対して国連による経済制裁が始まり、同年ザンビアはローデシアとの国境を制限。 または閉鎖した。1972年、ローデシアは白人政権と黒人ゲリラとの内戦に突入した。ローデシア政権はザンビアから黒人ゲリラが侵入するのを阻止するため、滝や渓谷を部分的に立ち入り禁止にし、兵士を配置した。これらの影響でローデシア側だけでなくザンビア側の観光客も減ることになった。 1980年にローデシアはジンバブエとして正式に独立し、同年ザンビアとの国境も完全に開通した。その後は平和の回復とともに、ビクトリアの滝も観光地として発展が続いた。現在は激流を下るラフティング、ビクトリアフォールズ橋からのバンジージャンプ、スポーツフィッシング、乗馬、カヤック、ヘリコプターによる、 遊覧飛行などの多様なアクティビティの拠点となっている。1990年末には年間30万人が訪れるようになった。動物保護区の観光客が外国人中心であるのとは対照的にザンビア人とジンバブエ人が多い。これは鉄道やバスなどの公共交通機関で安価に訪れることができるからである。アメリカ合衆国の人気番組 アメージングレースの初期のロケ地にも選ばれている。観光の拠点となる街は、リビングストン市とビクトリアフォールズ町である。校舎の方が滝に遥かに近い上、宿泊施設や飲食店の数も多いため、観光客の多くが、ジンバブエ側に滞在する。ただし、2000年代前半には、ロバート・ムガベ大統領の独裁に伴う、ジンバブエ国内の混乱によって、 ジンバブエ側の観光客は減少していた。2006年には、ジンバブエ側のホテルの稼働率は30%まで落ち込んだが、同時期ザンビア側では一泊630ドルの高級ホテルがほぼ満室であった。あまりにも急速な岐周辺の開発に、ユネスコが世界遺産の登録取り消しを示唆したこともある。急増するゴミ対策。 滝周辺の環境破壊については現在でも関心を持って見守られている。滝を含む国立公園はザンビア側のモシオトニャ国立公園、ジンバブエ側のビクトリアフォールズ国立公園では滝の上流4 0トルにわたってザンベジ国立公園が広がっている。動物たちはビクトリアフォールズ国立公園との間を自由に行き来。 しており、さらに南方にあるメタツェサファリエリア、カズマパン国立公園、そしてジンバブエ最大の国立公園であるワンゲ国立公園にも生活圏が広がっている。一方、ザンビア川ではフェンスや街によって動物たちの移動が制限され、もしオってニア国立公園の中だけで生活する傾向にある。また、ロッジによって建てられた、 防犯用フェンスも彼らの移動の妨げになっている。この地域は主にモパネの森林サバンナ地帯が支配的で、それ以外はミヨンボやローデシアン地クの森と低木サバンナが多い。滝の上流水域にはヤシの森も形成されている。特筆すべきは滝の水煙が降り注ぐことで周囲に形成された熱帯雨林であろう。ポッドマホガニー、黒炭。 アイボリーナッツ、砂糖ナツメヤシ、そして多様なツル植物など、本来この地域には生息していないはずの植物たちが生育している。近年の干ばつは、周囲の動植物、特にカモシカに大きな影響を与えた。国立公園では、アフリカゾウ、バッファロー、キリン、シマウマ、そして様々な種類のカモシカが豊富に生息しており、 ベルベットモンキーやヒヒに至っては、街中でも見られるほどである。一方、ライオニアヒョウはその性質上、容易には見つけることができない。滝の上流、ザンベジ川及びチョベ川沿いには、アフリカゾウ、カバ、ワニが多数生息している。滑水期になると毎年決まった場所で、アフリカゾウが川を渡る姿が見られる。峡谷では、 クリップスプリンガーや爪なシカワウソを見かけることがある。猛筋類も多く、タイタハヤブサ、コシジロイヌワシ、ハヤブサなど35種が生息している。サギ、三色ウミワシをはじめとする多くの水鳥が滝の上空を待っている。ザンベジ川の魚は上流に89種、下流には39種が生息しており、滝によって生活圏が分断されていることがわかる。 特に多く見られるのは、銀柄とマスである。ザンビアと、ジンバブへともに観光にしのぎを削っている。観光客が簡単に行き来できるようにするため、ビクトリアフォールズ橋の国境では、どちらの国も、比較的簡単な手続きでビザを発給している。日本人の場合、ビザはその場で発給され、事前に取得しておく必要はない。ただシビザは有料である。なお、 出国してから、相手国に入国せずに戻ってくるだけであればビザは、不要なので、単にビクトリアフォールズ橋まで行って戻るだけであれば、料金はかからない。2014年には、両国の共通ビザである、カザビザの発行が開始されている。ザンベジ川がザンビアとジンバブエの国境になっている。ことから、その途中にあるビクトリアの滝には、どちらの国からも訪れることができる。 どちらの国にも滝を取り囲むように有料の自然公園が整備されている。公園は高い柵で囲まれており、公園に入らなければ滝に近づくことができない。いずれも遊歩道や展望台を備えているが、遊歩道には柵のないところが多いため、断崖の先端まで行くことも可能である。二つの国は滝と渓谷で隔てられているため、公園内での行き来はできない。 ザンビア側とジンバブエ側の両方を見るには、ビクトリアフォールズ橋の国境を越える必要がある。互いの入場口は 2km ほど離れている。ザンビア側の遊歩道ザンビア側からは主に、ファーストゴルジュ峡国の北側、すなわち滝の上流を呼び、下流の東側の一部を訪れることができる。落ちていく水を上流側から間近に見ることができるのは、ザンビア側だけである。 水量の少ない時期には滝の断崖を歩くこともできる。上流側は滝の迫力からは想像もつかないほど流れが緩やかであり、川遊びも可能である。下流からは滝を正面から眺めることもできる。ただし、ザンビア川から見えるのはもともと水量が少ない滝の東側であり、滑水期には滝が枯れて単なる断崖にしか見えなくなることもある。 ジンバブエ側からは主に、ファーストゴールジュ峡国の南側、すなわち滝の下流の大半を訪れることができる。滝を、正面から見ることができる上、西側は、水量が多いため滑水機でも滝の迫力を楽しめる。特に、ビクトリアの滝を象徴する、デビルズカタラクトや、メーンフォールズは、ジンバブエ側でしか見ることができない。反面、 増水器には吹き上がる水煙で滝がほとんど見えないこともある。滝の淵にできた天然のプールデビルズプール最も刺激的なアトラクションの一つにデビルズプールがある。これは滝の淵、まさに滝が流れ落ちるその場所にある天然のプールで、水量の少ない時期には実際に入ることができる。デビルズプールはリビングストン島から西に50メートルほど離れており、ボートなどで リビングストン島に上陸してから、デビルズプールに向かう。時期によっては、リビングストン島から、デビルズプールまで自力で泳ぐ必要がある。基本的に安全ではあるものの、死亡事故も何件か起きている。夕暮れのビクトリアフォールズ橋1905年春工）。セカンドゲオゲにかかる、鉄道道路併用橋であり、ザンビアとジンバブエの国境でもある。 それぞれ出入国審査場は、橋から徒歩10分ほど離れた場所にある。滝に落ちた水が、ファーストゴルジュから、セカンドゴルジュに向かって流れ出す様子を観察するのに、向いており、料金を払わずに滝を見ることができる数少ない場所の、一つでもある。高さ100メートル以上のバンジージャンプが有名である。2010年事件は、貨物列車しか走っていない。 ビクトリアの滝はその構造上、地上から全体像を見渡すのが難しいため、ヘリコプターでの遊覧飛行が行われている。滝の上空のみを飛行する所要15分程度のものから、国立公園の動物たちまで観察できる30分程度のものまで様々なプランが用意されている。二人乗りのモーターハンググライダーでの遊覧飛行もある。 ヘリコプターからの眺め滝の下流で迫力あるラフティングが楽しめる。その激流から難度の高いコースとして知られており、ゴムボートから振り落とされたり、ゴムボート自体が転覆することも少なくないが、事故につながることは少ない。時期によってスタート地点が異なり、水量の少ない時期には滝壺の近くからスタートできる。滝の上流にはいくつもの国立公園があり、 野生動物の宝庫である。サファリはそれらを四輪駆動車やボートに乗って観察するものであり、特に、ショベ国立公園は、滝周辺からの日帰りも可能とあって参加者が多い。下記はいずれも2010年時点のものである。なお、ザンビア側とジンバブエ側を結ぶ交通機関は、タクシーのみである。ザンビア側の観光拠点は、リビングストン市である。 市中心部から滝の入場口まで約1 0トルさらにそこから国境まで8 0 0ル市内のホテルの他に、滝から徒歩圏内に2つの高級ホテルがある。市内の交通はタクシーのみ。ジンバブエ側の観光拠点は、ビクトリアフォールズ町である。市中心部から滝の入場口まで1 2トルさらにそこから国境まで1 3トル 市内の交通はタクシーのみ。市内には様々なランクのホテルがある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。